久しぶりにこの NHK ホールに、受賞者の方とこう同じ空間にいて歌を語り合えるっていうのはね、改めてなんかこういいなっていうのを思いましたね。これを当たり前にこうちょっと思ってたとこあったんですけれども、やっぱ本当に対面で歌を語り合う充実感っていうのを今すごく感じているところです。今は分かちたい歌っていうことで、選者の一人一人が本当にこうユニークな、まさに今味わいたい歌をこう寄せてくださって、本当これは本当今日のお土産といいますかね、花束として持ち帰って、さらにその先で多くの人と分かち合ってもらえたらと思うような歌がずらっと並びました。私が挙げた歌はプロの歌人のものではなくてですね、一般の投稿歌からだったんですけれども、短歌っていうのはプロはあまりこう境がないといいますか、誰にも素晴らしい歌が宿るチャンスがあるっていうことの証だと思うんですね。この投稿歌から選ばれたっていうのは、そういう素敵な瞬間が来ることを皆さんも楽しみにしながら日々研鑽されていったらいいかなというふうに思います。いや、これは本当にもう24回続いていて、いろんなドラマがあるんですよね。本当に親子で通ったとか、特選を何年か前に通ってまた今年とか、やはりこの NHK の紅白歌合戦の舞台に自分も立てるかもしれないっていうのはものすごいご褒美だと思うんですよ。1年前にね、こう題が発表されるわけですから、平和を思うのか平面を思うのか平凡を思うのか、なんかいろんな平という文字があると思うんですけれども、本当そのことを心に留めておくことで日常の中で本当立ち止まる時間って生まれると思うんですね。私はその立ち止まる時間から歌が始まってるっていうかな、そこも含めて歌だと思うんです。そういう時間を持てるっていうことが、私自身も歌を作ってて一番楽しいことなんですね。ぜひぜひそのご褒美を目指して、頑張ってほしいなと思いますね。今 SNS が全盛で、皆さんこう日頃から短い言葉でね、何かを表現することに慣れているので、若い人たちも短歌っていうことに、すごくこう抵抗を感じず入ってきてくれているような実感があります。一方でね、その短い言葉で傷つけ合っちゃったりするような寂しい場面もあることも否めない、そういうことにならないためにも短歌でぜひ言葉の技術や言葉の楽しみ方を磨いていくのおすすめです。